合衆国のプロボクサー。ニュージャージー州ニューアーク出身。元 WBO 世界フェザー級王者。現 WBO 世界スーパーフェザー級王者。リオデジャネイロオリンピックバンタム級銀メダリスト。名前のシャクールはニッパックの本名とパックアマルシャクールに由来する。2014年ソフィアで行われた相場世界ユース選手権。 中国の南京で行われたユースオリンピックにフライ級で出場資金メダルを獲得。2015年ナショナルゴールデングローブにバンタム級で出場し3回戦で敗退。2016年リオデジャネイロオリンピックにバンタム級で出場。準決勝まで勝ち進むと準決勝で対戦するはずだったロシアのウラジミール・ニキーチンが棄権したために決勝に 進出した。決勝では、米国代表として、アンドレウ・ウオード以来となる12年ぶりの五輪での、金メダル獲得の期待が高まったが、ロンドンオリンピック金メダリストであるキューバのロベーシー、ラミレスに、金差の判定で敗れ、銀メダルに終わった。準々決勝後には、観戦に訪れた元世界5階級制覇王者の、フロイド・メイウェザー・ジュニアから、ネクスト・フロイド・メイウェザーを見つけた。 自分の記録を破るなら、この子だろうとその才能を高く評価された。2017年2月、メイウェザーを含む複数のプロモーターとの争奪戦から、トップランクと契約を結んだ。2017年4月22日、カーソンのスタブハブセンターテニスコートで、エドガー・ブリトとデビュー戦を行い、6回負傷判定勝ちを収めた。2019年1月18日、 ニューヨークベローナのターニングストーンリゾートカジノで、ジェシー・クリス・ロサレスと WBC 米大陸フェザー級、王座決定戦並びに IBF、インターコンチネンタルフェザー級王座決定戦を行い、4回1分29秒を、TKO 価値を収め、両王座を獲得した。2019年4月20日、マディソン・スクエア・ガーデンで、クリストファー・ディアスとナボ北米フェザー級王座、 決定戦を行い、10回3から0の判定勝ちを収め IBF、インターコンチネンタル王座は、初防衛、ナボ北米王座を獲得した。2019年7月13日、地元ニューアークのプレデンシャルセンターにて、ハイロン・ソカラスと対戦する予定だったが、試合に合意していたはずのソカラスが、記者会見に現れず試合が中止となる事態になり、代役として一時は、 フランクリン・マンザニラが選ばれた。しかし再び対戦相手が変更となり、最終的にはアルベルト・ゲバラに決定した。試合はスティーブンソンが3回2分37秒小勝ちを収め、ナボ北米王座の初防衛に成功した。2019年10月26日、リノリノリのスパークス・コンベンションセンターにて、オスカル・バルデスの王座返上に伴い WBO。 世界フェザー級2位のジョエト・ゴンサレスと WBO、世界フェザー級王座決定戦を行い、12回、3から0の判定勝ちで王座を獲得した。2020年6月9日、新型コロナ禍後初のボクシング工業で、フェリックス・カラバロとスーパーフェザー級契約のンタイトル10回戦で対戦し、6回小勝ちを収めた。この試合でスティーブンソンは40万ドル。 カラバロは5万ドルのファイトマネーを稼いだ。2020年7月10日、階級を上げるため、WBO 世界フェザー級王座を返上した。2021年6月12日、WBO 世界スーパーフェザー級暫定王座決定戦で、同級2位のジェレミア・ナカティラと対戦し、12回判定勝ちを収め、暫定王座へを獲得した。 2021年10月23日、ジョージア州アトランタのステートファームアリーナにて、WBO 世界、スーパーフェザー級王者ジャメルヘリングと団体内、統一戦で対戦し、10回 TKO 勝ちを収め、団体内王座統一に成功した。2018年7月1日、フロリダ州マイアミビーチの立体駐車場にて、被害者グループに、 性的な言葉を投げかけるなどちょっかいをかけてから、ボクサーのデビット・グレートンと一緒になって、暴行を働き、警察が到着する前に逃走したもののホテルで、逮捕され、三つの軽暴行容疑と一つの銃、暴行容疑で起訴された。スティーブンソンが倒れて、四つん這いになっていたグループの男性にアッパーを連打で、浴びせノックアウトする模様や、女性を殴る防犯カメラの映像が公開された。 2019年6月18日、1年間の保護観察、50時間の社会奉仕、被害者の治療費の支払いを命じられた。ありがとうございます。